ミシュリン・カルレイはスイスの政治家。2003年から2011年まで連邦参事会で参事を務め、2007年と2011年の連邦大統領となった。バレー州の州都、シオンでシャルルレイとアデリーヌレイの間に生まれた。1963年にサンモーリスでディプロマを取得。1968年には国際関係大学院研究所で、 政治学の学位を取得している。1966年にはアンドレ・カルミーと結婚に死がいる。1981年から1997年にかけてジュネーブ衆議会のスイス社会民主党所属議員を務めた。うち1992年から1993年には衆議会の議長も歴任。 社民党の党務では1986年から1990年及び1993年から1997年にジュネーブ支部長を務めた。1997年にジュネーブ州政府参事に選出され、2001年に州財務省と州首相を務めた。2002年12月4日に連邦参事に選出。スイス史上4人目の女性連邦参事にあたる。 2005年12月7日に2006年度の副大統領に選ばれ、2006年12月13日には147票で2007年度の連邦大統領に選ばれた。ありがとうございます。